ダールグレンはアメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名は南北戦争期のジョンエイ・ダールグレン海軍少将に、シナむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ダールグレンは1918年6月8日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1918年11月20日に J ピアースによって命名。 浸水し、1920年1月6日に、艦長エルサーム中佐の指揮下収益する。収益後は、大西洋艦隊に合流、東海岸沿い、メキシコ水域、グアンタナモアン、パナマ運河地帯で訓練及び演習に従事した。1921年4月に、バージニア州ノーフォークで行われた、艦艦式に参加し、同年夏には、 バージニア州沖合で賠償ドイツ艦に対する爆撃テストに参加した。1922年6月30日、ダールグレンはペンシルベニア州フィラデルフィアで予備役に入った。ダールグレンは1932年10月25日に最終駅し、11月7日にノーフォークを出港、11月30日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。その後は、 西海岸沿いに作戦活動に従事し、1934年4月に艦隊演習のため大西洋に向かった。1935年1月にサンディエゴに帰還する。西海岸での同様の任務の後、1937年7月1日に再び東へ向かい、その途中沿岸警備隊の水蒸気の乗員を救助した。 1937年7月21日にニューヨークに到着し、その後は1940年6月14日まで機関試験に従事した。ダールグレンはノーホークを出港し、ロードアイランド州ニューポートで紹介及び訓練を行う潜水艦の護衛を行った。1941年1月から4月1日までメリーランド州パタクセントリバー基地において、 対戦兵装試験に従事した。1941年の夏を通して、可変ピッチスクリューの試験に従事するとともに、心臓巡洋艦の公の試み中の護衛任務もこなした。1942年1月4日、ダールグレンはフロリダ州キーウェストに到着、メキシコ湾で作戦活動を行う戦艦ワシントンの護衛任務に従事した。ダールグレンは2月8日に、 ニューヨークに戻り、短期間の沿岸紹介に、10時3月24日に、キーウェストに向けて出港し、艦隊ソナー学校での任務につき、紹介を行った。この作戦行動中、1942年7月15日に、ペンシルベニア産の生存者57名、1943年7月19日には、K-74 の生存者9名を救助した。 1945年1月11日、ダールグレンは、サウスカロライナ州チャールストンに到着、潜水艦との訓練に従事する。3月1日に AG、AG-91 に、艦首変更され、メリーランド州ソロモンズの機雷戦テストステーションでの任務に従事した。11月16日に、フィラデルフィア海軍造船所に係留され、同地で12月14日に、退役。 1946年6月17日に売却された。ありがとうございます。